夏の日だまりに明日だけ残ってる。心臓が始まった時、嫌でも人は場所を通る。割れないように折り続けてる。残さずに保ってきた。手でも汚れて見えた。記憶を疑う前に、記憶に疑われてる。ならず僕らは出会うだろう。糸部の日だまりを目印にしてこいるよ。呼んでるから、何で時約束が果たされるの。何から場所を取る。運の日だまりに夏がちょっと入れない。ガラス玉一つ落とされた。追いかけても光を浴びた。足跡など気づけば数字でしかない。できないことは寂しさでの間、僕らは出会うだろう。でもここいるよ。だって呼んでるから。沈めよいしょい。お腹、こんばんはかねえ。あ、こんばんは、お腹さん。早いな、お腹さん。てか、誰が行かねえじゃん。誰が行かねえじゃん。さあさあ、やっていこうか。まあ、今日はね、さすがにすぐ終わるわ。そんなにガンガンは、これはできない。ジャックさん、こんばんは。誰が酔いどれや。私は酔いどれじゃない。私は酔っていないぞ。まあ、ここの辺りはさすがにまた後からでいいんじゃないでしょうか。デインネブアサ、やー。髪型ネワスさん、まあまあ。髪型変えてみたい。ダメだよ。その髪型のままでいて。お腹、北海道で酔いつぶれてたって噂のエカンツシーンさん。何のこっちゃ。私には分からないな。ジャック、15度と酒飲んだか。15度の酒飲んだですね。今は飲んでないよ。とりあえず出ればいいのか。確定ダストボックス、酔いつぶれマン。ギャラリーは誰が酔いつぶれマンや。こっちか。ダストンさん、こんばんは。私はあんまり酒飲まないからな。本当あれ1年ぶりぐらい飲んだからな、あの酒。いや、我ながら1年ぶりぐらい飲む酒が地酒の15度の日本酒ってなかなかやべえやつやと思うけど。それはまあ、うん、やべえやつやと思うけど。おー、すごいすごいすごい。タクロー、サイコパス。やばい。あ、タクローさん、バンワン。お、すげえな、これ。めっちゃ作り込まれてるやん。お腹、俺のアイデンティティを奪うな。奪ってない、奪ってない。ナーシスさん、こんばんは。北海道の風景綺麗ですね。わー、いや、これ北海道、北海道。これ北海道。わ、すげえ、これ。スイッチのくせに結構画質いいじゃん。いいね、走り回っていたい。タクロー、エカピーポーはこのゲームを普通にプレイしてくださいね。え、当たり前じゃないですか。デインネブアサ、私この北海道知らない。ネバスさん知らないの。マストだよ、マスト。この北海道はマストだよ。ウェポンショップ。ああ、なるほど。買え。
ない？買える買える、所持金めっちゃ高えじゃん、やば。ある、やみ、何が違うの、こんばんは。あ、お嬢こんばんは。何が違うのこれ、違う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 、ジャック、欠席で寝るな定期。それも寝てしまうなんて誰にも言えない。タクロー、仕方ないね。最近の北海道は違うな。誰でもそうなるんや。ナウケズ、北海道って随分と不快適なんですね。ある、ヤミー、あ、買えますけど装備できませんよ。え？クロマグロ、リザスランプナウです、こんばんは。バッツ、あ、マグロさんこんばんは。あ、色が違う、色が違うだけかい。全然発達してない。お腹、効果鬼ですね。ちょっと待って、マグロ俺とスマブラしよう、ゲスカオ。あ、バツもバンワー、バツもバーだけじゃ分かんない。え、装備できないの、マジで言ってる、それマジで言ってる。ステータス足りてませんから。え、だって、え、だって貢献ってさ、めっちゃ軽いんだよ貢献だって。え、320重すぎだろ。ある、ヤミー、高級処置キット買いました。買ってないっす。あ、やっぱ買わんとダメ、あれもういいかなと思ったんだけどね。え、貢献って、あの、最軽量クラスだったはずなんだけど、めっちゃ重いんだけどめっちゃ重いんだけど、なんでなんで。ある、ヤミー、買った方がいいですよ。デインネブアサマリッチリング、ピンク、黄色、薄いやつ。え、マジで言ってる。え、こう、あ、まあ、まあ、この辺りが、まあ、あれなの、まあ、まだわかるとして、140でしょ ?140 持てないの？いいよ、もう、買うよ。うるせえ、装備させろ。なんでてめえが買われてるんだよ。ああ、ああ、なんでだよ。なんでなんだよ。ランクの高い武器は要求パラメータ多いのはサオシリーズの当たり前。なんでだよ。少し軽いな。お腹、やっぱりいかねえじゃねえか。なんでなんだよ。あー、装備できねえ。まあ頑張れ、カピーポー。待って、140でしょ。これ2つ外しても無理か。くそ、なんでだよ。どうしてこうなっちまうんだ。もうストーリー進めよう。てか、このゲームは私はずっとストーリーを進めようと思っていたんだ、うん、遅いじゃない、私を待たすなんていい度胸ね。すまんな。ほら、さっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。あ、チュートリアちゃんとあった。 GGO の設定は知ってる？教えて。この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。え、めっちゃ人っぽい。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。ロストテクノロジー、あー、なんかいいですね、その聞き覚えのある言葉。そんな設定だから、武器や防具はお店でも買えるけど、現代人強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。せやな。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。せやな、アルゴさん大活躍やな。てか、この私の飲み物飲んでる音って聞こえるんだ。今買ったのを装備するにはストア50のデックス30まで上げないとダメですよ。特化させてだいたいレベル35くらい。めちゃめちゃ重いじゃん。半端なく重いじゃん。今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。まあ SAO あるあるですね。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X ですから、マスターからお金は取ったりしないですよ。やみ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ、すげえ。え、軽いの、あれで。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。それはどうなんでしょうか。でもマスターのためならなんだってやってみせますよ。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。
そのアワシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして。タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです？30メガクレジット？日本円にすると30万円だよ。安っ。私はマスターのものです。私を売ったりしませんよね、マスター。売る気はない。よかったです。当たり前だろ。マスター、ありがとうございます。ウルティマラティオは重量戦普通に超えますよ。ウルティマラティオってなんだよ。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。もっとするだろ。30万とか安すぎだろ、バカかよ。バカ言ってんじゃねえよ。タクロウ、これで売ってたらゲーム終わってた。確かに。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。ここにもフィムいるのか。せやで。ごへい。なんで、いや、ナーシスさん合ってるよ。こんなに男臭いんだろ。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。ああ、シノンのおかげですね。ある闇、シノンの使っているスアノ。ここがショップターミナルです。品揃えはまあまあ。なるほど。初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。もう見たんだよな。私、消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。もし購入に迷ったら私に相談してくださいね。その現実的な問題もありますから。ステータスに合わない武器は使えませんし、予算管理はとても大切です。あれってヘカートってウルティマラジオでしたっけ？ダメですよ。さすがにそこまでは覚えてね。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺、レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？本当ですか？おじさん、ありがとうございます。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。おじさん、その兄さん、ご忠告ありがとうございます。でも、マスターのためにいい装備を手に入れたいんです。おじさん、しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。ちょ、この声どっかで聞き覚えあるな。この声どっかで聞いたぞ。どこやったかな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている刑事用なの。切り継ぐ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ。切り継ぐか。目覚めが悪いってもんだ。だろ？切り継ぐなんかな。バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。あ、こんにちは。諦めて撤退するよ。今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。やっぱりそうだったんですね。おじさん、その兄さんが親切な人でよかったです。いや、名前言っとんのに、ね、未だにおじさんその2かい。おじさんその2、ひどい。おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト女王って名前があるんだぜ。いやー、なんだろうな。あまりにものんきな雰囲気だったからよ。モーリー、ついおせっかいやっちまった。あー、なんかモーリー心もわかる気がするけど、いや、SMO のキャラでいた気がするんだよな。銃が好きな人に悪い人はいないと思ったんですが。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。あー、でもモーリー心か。銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで。ああ、毛利小五郎だ。そうだそうだ、わかる。剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だ。誰のことかな、誰のことかな、誰のことかな、誰のことかな。あった、喋りすぎちまったぜ。誰のことかな。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな。ナウケス、
あばよ。麻酔銃で眠らされそうな声してますね。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。マジか。GGO らしいガンマンさんでしたね。顔はおじさんだったけど、いい人みたいです。そうね。GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。ひどこいつも大概やだと名前が長くなってしまうので、ウルティマラティオは訳されて英単語化していたような。全部一緒か。あ、こっちの方はアイテムなんかな。ガジェットショップ、これガジェットやけん多分違うよね。どれだ、お嬢。ジャック、ストレートにひでえごと言ったな。どれだ、ガジェットじゃない、また別の店があるのかなと信じて外に出ようか。いや、久しぶりだね。出たな、いつき。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど、覚えていてくれたんだ、ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。ガジェットにありますよ。年もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ、呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。って冗談だよ、半分くらいは。はいはい。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい。この前の大会の録画データが手に入ってさ。あ、Kさん、こんばんは。ありがとうございます。見てみたんだよ。と言ってもちょっと今日もまたちょっと遅くなっちゃいまして。その中で、今日こそ本当に短い時間で。君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かに、アファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それとも、あの時点でマスター登録が済んでいたのかい。あの大会の中で。君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。君は理屈によらず動くことができるのか。失礼。さて、まずは回復手段について教えよう。まずは礼を言うべきだね。あ、それ言われたけど、そう、私もそれ気にされる。133、サメさんでしたっけ。サメさんだよな、確か。こんばんは。初見ですよね。うん、確かにサメさんだよな。サメさんじゃなかったら怖い。ちょっと待って、あれ合ってるよね。違うか。大した知り合いでもない僕の質問に。合ってますよね。そうそうそう、最近あの酒愛くずかいになった酒さんですよね。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探していましたよ。え、目と鼻の先。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ、僕は失礼するよ。また会えるといいね。おっそうだな。なんか、中身はいい人なのかもしれない。で、お嬢も言ってましたが、Kさん、ここにあるんですよね。あ、これか。てか、これしかねえな。たっかたっかたっけめちゃめちゃたっけ。なにこれ、めちゃめちゃたっけじゃん。あ、でもガジェットやけん1個だけで十分効果あるんか。プラズマグレネード逆に安くはねえか。スティッキーフィンガー違う、スティッキーグレネード。あー、なるほど。デインネブアさん、でかね、エカピー健康にうっかりありすぎず屈してくださいね。では、はい、ネバスさん、おやすみなさい。うっかりしっかりきっかり寝ます。まあこれ見た感じ、ここら辺はまだ買えなく、うぅ、いいよ。ある、やみ、あのですね、武器の方、下の項目の値段がおかしいだけであって。おう、いえ。とりあえずこれは買うべきなんでしょ。とりあえずこれは買うと。
武器なんか安っ。武器安っ。K、無であ。1つ目はガジェットの救急治療キット、2つ目は回復スキル、3つ目は自然回復効果があるアクセサリー。あー、なるほどなるほど。あー、このあたりが安すぎるだけなんか。なんで？逆になんでこのあたりもこんな安いんや。安すぎんこの辺り。なんでこんな安いん。あ、ダウンロードコンテンツ。あ、ダウンロードコンテンツか、この辺り。ヤミプレステ4での発売当初は下の項目の100で買える武器ないですからね。ああ、はいはいはい、ダウンロードコンテンツか、これ。ああ、なるほどなるほど、だからか。そっか、影光 G4 はこんだけ高いもんな。おかしいなとは思ったんだけど。あ、なるほど。うん、だってこれだもんね。どこ行った K、 無であ。メインの回復手段はスキルなので回復薬は必須。このあたりやもんね、だって。あ、そういうこと、そういうこと。じゃあこの辺り買わん方がいいね、これ。しまった、買っちゃったわ。買わん方がいいんか、この辺り。やっちまったぜ。拓郎、無駄遣い。いや、100円だから大丈夫大丈夫、問題ない。あー、なるほどなるほど、大体理解した。オッケー、ストーリーを進めようか。 SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。え、変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。え、あんだけ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。あ、はい。一周するだけでも結構歩いたわね。歩いたかな。これからどうしようか。どこかでお茶でもする。マスター、メールが来たみたいですよ。あ、キリトからです。フィムさん、いきなりキリト呼びですか。G15 には何じゃったかい。俺のマイホームのアドレスを送るから暇な時でも来ないか。誘いやがったこいつ。クレハやファシスもぜひ。アスナたちが君たちを呼べってうるさくてさ、できたら早めに来てくれると助かる。呼びたかった。いいじゃない。早速行ってみようよ。ネットはリチャージ完了次第使い放題なので積極的に使うこと。それは今までのゲームと一緒ですね。なるほどなるほど。何何。拓郎、国葬13、これスイトチのやつですよね。いくらくらいしました。サメさん、ね、パーティ変更は7000円ぐらいかな。できます、フレンドランができる。なるほどなるほど。確か7000円ぐらいやったはず。うん、確か確か確か。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか。 こんにちは。お、いらっしゃい。勢ぞろい。道に迷わなかった。いや、7000。ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ。ほうほう。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。あ、そうでしたっけ。6000ちょいか。 K、 無であ。まあでもそんぐらいしますよ。あ、 K さん、ナイス、さすが。はいはい、あたしから行きます。よし、さすが元気重視だ。私はリズベット。なるほど。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。さすがだ。武器を改造したり強化するなら声かけてね。いつも通り頼りになるな、レズベット。手数料はいただきますけど。いつも通り頼りになる。手数料か。
ぼったくられないよう気をつけるんだお前が言うかやあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。でかい。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。とりあえず最初はアスナさんパーティーに入れておけば。もしかして LO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろん、こっちの銃の世界も楽しいけどね。けどディーバさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。だからゲーム化に時間がかかった説を私は推したい。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。だからピナはなんでいるんですか。ピナちゃんピナってどういうこと。もしかして新規実装されたペットじゃないの。かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。やるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、GGO 生まれじゃないんですよ。どうやってコンバートした。いくらレアとは言っても、シリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。あー、それはね、もうね、仲間キャラの強さは無視やな。リアルマネーが関わってくると、コストについてもシビアになるよな。強さなんて求めてねえんだよ。この銃弾で昼飯代だなとか、ついつい計算しちまうし。そうなのよ。レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし、同じレアものだったら、GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって、何よりも費用がすごくかさむらしくって。完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み恐ろしいのよね。いや、まあとりあえずシノンは確定じゃないですか。で、アファシスも確定でしょ。たくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの。ピナさん、あの、私ピナのご飯代のために頑張りますからいっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。まあペットだからいいんか、ペットだからいいんだけど、なんか視聴者も質問していて、そしてこちらがだそうです。シノンよ、特技は狙撃かな。よろしく。はい、確定。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。 3000m 先の標的に当てちゃうんだから。この子は確定です。 3000m？ ありえない。普通はせいぜい 1000m 先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと可能に近い行為ですね。マジかよ、やっぱやべえな。 こいつこんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。ああ、うん、まあ、うん、こんにちは、ゆいです。この前パパとママと戦った方たちですね。これさ、もう勘違いするやろ。100%。おい、やめろ。ゲーム内の話はするんじゃない。ゲーム内では動き続けてるから仕方ないんだよ。動き続けてるから仕方ないんだ。動かなかったらシノンは最強なんだ。わかるか。パパ。ああ、ユイは出たー。もうさ、ダメだって、ダメだって。もう初見さん全力で勘違いさせる言葉だからそれ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直、すごく気になるけど。めちゃめちゃ気になる。言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。いいね、キリトのこういうとこ好き。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない。差を知らないから困惑してます。そうでしょ、うん、絶対混乱するってこれマジで。しかもさ、出会って数日しか経ってない人にそんなこと教えちゃって大丈夫。この二人大丈夫、大丈夫、教えちゃう。あ、教えちゃった。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ジスタファシスです。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。ジスタファシスです。それはびっくりです。ユイは人間ではないですね。ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。ってことは今作はユイも戦えるんですか。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。ゲームで自走対戦車砲で 2.4km 狙撃やったことある自分としては
人対人で 3km とかふざけてる。ワールドウォー2か。自走対戦車砲で 2.4km 走撃やったことある。人としては人対人で 3km ふざけてる。確かに。そんなこともできるんですか。私知らないことばかりで。またいろいろと教えてくださいね。あれ、被弾のアリアの切り方、被弾のアリアのあのキャラがキリングレンジ何倍だったっけ。4000何倍なかったっけあいつ。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。なんかアファシスとユイはすごい仲良さそう。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと以前プレイしたゲーム、私とキリト君の大事な子なの。以前プレイしたゲーム、はい、そうなんだ。AI って聞いて驚いたけど、はい、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。被弾のアリアのあのキャラヒリングレンジ何だったっけ。よろしくお願いします。3000超えてなかったっけ。あので、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。え、ないんですか。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、あ、ないんだ。そろそろ俺たちも紹介してくれよ。ちなみに何十発と打って敵ハンター戦車を撃破しました。自分語り。やるよ、ケイさん。ケイさん結構そういう射撃とか FPS、PPS 好きなんですね。おい、キリト、ある闇しょっぱだから扱いひでえぞ。キリト、スコープの点の位置把握しておけば一応3000は簡単。簡単言うてるで、この人。悪い悪い。こっちの大きいのがエギル。ナイスとミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか。今後はレア武器として実装されるそうだ。おー、これも近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。おー、エギルさん、さすが。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。あれ、ユキ、このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。言うね。GGO女性プレイヤーの熱い視線を一心に集めるのが、この俺は人対人で距離3200くらい。おい、なんかこの人言ってるぞ。 K さん言ってあげても。ちなみに絶賛彼女募集中。もう集めてねえじゃん。ほら、もうこういう空気にする。クラインは、ほら、やっぱりクラインはこういう空気にする。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。いや、さすがリズベットさんです。あなたは本当に頼りになります。本当すごく寒いわ。これ皆さん聞きましたか。これがシノンです。これがシノンです。いや、いいですね。さすがです。シノンさんの氷の視線が身に染みるぜ。これがシノンです。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。ぜひとも紹介してください。キリトさんのスコードロンの名前はなんていうの。スコードロンは作っていないんだ。マジで狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なるほど、仲がいいんだね。まあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、いや、しかし新鮮だな。ファンタジー系ゲームばかりだったんだ。これ、あの外側から入っていくの新鮮だわ。ほんま、ガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。うん、でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ。さすがにね、お嬢。サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。お、頼むぜ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。はい。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。うん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 。ある闇。俺は SBC グロッケンを案内するよ。遊んでる人で、ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。さすがキリトさん。ごめんね、
私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。イギリさんかな。え、そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。お前キーリーとクル変な遊びを教えちゃいけません。確かに。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。総督府場所の案内だけしたけど。したっけ。え、したっけ。じゃあ総督府の端末ターミナルの使い方はまだだよな。ギャンブル早めに覚えておくといいぜ。ギャンブルの話はやめろ。よし、決まりだ。相変わらずは君とか俺についてきてくれ。狙撃して楽しいよね。狙撃機、狙撃機。なんだナウティス。掛け事はソシャゲのガチャでお腹いっぱいです。ヤス、こんばんは。さおわからん税が通ります。お、ヤスさん、こんばんは。この総督さおわからん、 SAO わからん。受注ができるクエストオーダー。じゃあこれでわかろう。フィールドに移動できる。ある転送ゲートが設置されている。楽しいですよね。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで使用の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。なるほど。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから、よかったらパーティーに誘ってくれ。でも弱いんですよね、キリトさん。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。あ、弾薬があるのか。そういえば俺は冒険使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。でも弱いんですよね。あのアバシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。なんだそれ。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げると色々と得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみろよ。え、いや全部聞くで。私積極的にって言っても、だから時間かかるんだよ。話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。クライン相変わらず何やってんだよ。俺の仲間も同じことを言ってたよ。いやでもな、クラインさんな、クラインな、ALO でな、ALO で口説き落とそうとしてたからな、NPC を。Kさん、甘えめといた方がいいんじゃない？でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。そうなんだよ。クラインのがクラインだからな。ワンチャンクラインだったらあるんだよな。このところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。もうちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。もちろん。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな。君のために準備していたんだ。やめとこう、やめとこう。あ、しまった、飛ばしちゃった。まあいいや、興味ない。ある闇、値段安いですけど、衣装系は特に問題ないので買って大丈夫ですよ。あ、あれってブラックは仕事だけにしてくれと誰かが。おい、何の話や。あ、まずはシノンだよね。こんにちは。あ、喋らんかった。わかった、説明するわ。あ、消えた。ねえねえ。
あ、めっちゃいる。キリト出たストレア、そう、ストレア、ストレア。名前が出てこねえんだって、毎回毎回。はーい、キリトラ会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。あ、ダメだって。ダメですから。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない。キリト大好き。あ、ダメだって。ストレア、他に人がいるんだし、落ち着いて。もう。見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。あ、フィギュアさん懐かしいですね。あー、いたな。仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。全くです。勘弁してくれよ、フィギュア。タクロさん。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。あー、そうや、レインだ、レイン。あー、レイン、レイン普通に挑発やったっけ。そうか、あんま覚えてないな、意外と。前に話しただろ。この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア。よう、盗賊フィリアさん。トレジャーハンターをやっているわ。アバシスのタイプ X も狙っているんだけど、難易度高くって。でしょうね。確かに難しいかもしれません。私たちタイプ X は…ストレアって初代からいたっけ、確か。私めっちゃ和んでるよ。こんにちは。私はストレアって初代からいたよね、確か。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。会話してしのぐ。どうぞどうぞ。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。よっしゃ、勇気もおるんか。オッケーオッケー。僕は勇気。オッケーオッケー。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。一度試しに手合わせしてみようよ。お前そればっかやな。ゆうきちゃんったら狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイ。ちょっとリアルの用事が忙しくてログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。キリト君のハスナちゃんから新しい友達ができたって話を聞いていてね。キリトが嫌いな私はもうダメですか。楽しみにしていたんだ。いや、でもキリトそのうち出なくなるから大丈夫大丈夫。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。仕方ないな。お姉さんが優しく教えて。いや、 FPS と TPS だいぶ違うからな。近いようで。勇気たちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。ほうほう。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。やめて差し上げろ。やめて差し上げろ。みんなキリトが嫌いかよ。もうそれで許してあげて。今作はキリト君は無能になってしまった。私もいつかここに加わってみたいです。おお、見たことのある名前ばかりだ。闇風、うつしおたらこ、ゼキシード。ゼキシードさん生きとんかい。ハラグロインテグラル、知らんな。ストーム、イツキ、イツキ、ラプラシアン、ラフ、んホムラシアン？おい、ホムラシアンがいるぞ。あなたのお名前、どこかで見たことがある。いい景品、ありましたか？順位があるなら、目指すはトップのみです。葛飾北斎、ホムさんチッス。ホムライアン。ナウケス、ホムラシアン。ソラミ、ケイ、ムデア。自分もトフプスプレイヤー、グリッチなしでいろんなボスを狩りました。ナウケス、ホムさんすげー。さすがホムラシアンだぜ。リュウチャク、こんばんは。あ、リュウチャ君、こんばんは。クライン。お願いします。元 FPS プレイヤー。お姉さんの連絡先を教えてください。いや、言ってる。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。ホムラシアンで和む。そこをなんとか。リュウチャク。お茶でもいかがですか。ここからお笑いやで。いらっしゃいませ。いや、ご用件をどうぞ。ホムラシアンさんがランキング載ってたんですよ。釣れないぜ。ランキング載ってたんですよ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているんでしょうか。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。せやな、それが正解や。おめえさんたち来てたのか。
なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。切り替え早すぎやろ、お前。話しかけるタイミングが難しすぎます。こうなっちゃいけないよ。誰がなるんや。何をしてたんですか。誰がなるん。まあ、お子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつ。お前が一番子供やろ。NPC を口説くのが大人なの。そんなのできるわけないじゃない。バッカみたい。バッカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。いやー天才。最強クラス。マジか。マジかて。1000回。だろ。わかってるな。そんなおめえさんにはスペシャル情報を教えてやろう。ほうほう。俺が教えるのはアファシスについてだ。ほう。アファシスの正式名称はアファシステム。うん、アファはアパホテルね。アーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。はいはい。直訳すると、人工的な財務顧問ってやつだな、うん。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。500回。もう500回も挑戦してたんだ。マジかよ。やめろ。アトムじゃねえ。タイプっていうのがあってよ。アトムというか ATM じゃねえ。のアファシス。実はかなりのレアなんだよな。知ってる。はい。私はタイプ X ですから、一般的なアファシスに比べるとそのレアで高品質ということになってます。おお言うねえ。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。なるほど。アファシスが必須のクエストも出るって話だから。そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。ってことは ABX か。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、せやな。俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡。いやな、実際な、あのこのゲームって、このゲームというかあのこの中のね、このソードアートオンラインの世界のこの GGO っていうゲームはザ・シードからできてるんですよ。でザ・シードって結局何かっていうと SAO のを元にした機関プログラムなんですよね。であれって人の心の動きによって若干情報修正するっていう特性があって、それのことを考えると、ひたすら人間が感情を一つのものに注ぎ続けたら、それによって情報機関システムが変更される可能性があるんだよ。ってなると、ワンチャン一人のキャラクターにひたすら声をかけ続けると、あのゲーム的には、あのだから中のね、中の GGO 的には特に変更しなくても、ザ・シードが勝手に反応してその人に、そのゲームキャラクターに人格を付与するっていう可能性がビルセベルで存在するんだよな。だからクライの行為はあながち間違いではないけれど間違っているよということで、先に進みましょうか。ん、なんでこんなにやる気出してるんだって。いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。ついな。何笑ってんねん。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。あるやなんつうかアファシスっていう、知ってるよ。知ってるから言ってるんだよ。知ってるから言ってるんだよ。実績あるんだよこいつ。アファシスってなんだよ、馬鹿にしてるのか。それはさすがにひどいです。よし、じゃあさすの系やな。ちょっと落ちてて戻ってきたらめっちゃ喋ってらっしゃった。喋るのが私のアイデンティティです。シノン、リンファ、市街地にプレミアやアルゴと話す。ってことは一回出たらいいんかな。葛飾北斎、フィムをバカにしたな。法廷で会おう。ケイ、ムデア、アファが男だったら、ホモ展開。なんでよ。ある、闇、エカンツさんにではなく他の方々へ。ナンシス、ああ、なるほどね。S に親近感湧きます。ゆうちゃん、ナルシス。エカンツさん常に笑ってるからね。え、マジで？あ、そんな風に見えてる。あ、そうなんですね。てか、セブンさん普通に出てきとるやん。セブンさん普通におるやん。なんか、紹介されんかったっけん、てっきりセブンさんおらんのかな、仕事で忙しいんかなと思ったけど、普通におるやん。あーでもセブン以外はさすがに知っとるやキャラはおらんか。いやセブン普通にいてビビるんやけど、こいつは？いやこいつは知らんな。
さてアルフォンス、こんばんは。あ、アルフォンスさん、こんばんは。あー、でも12時には終わるかな、さすがに。なんとかフィールドに出たい。なんとかフィールドに。おっとおっとおっと、キリト。ああ、プレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。あ、ごめん。いやー、実はなー、私唯一フォローリアリゼーションだけやってんだ。唯一じゃねえけど別に。フォローリアリゼーションと、あとアクセルワールドとソードアートオンラインがコラボしたゲーム。いや、スマブラやってる時だけか常に笑ってるのは。それは怖い。この2つだけやってねえんだ。関係ないけど今日巨人勝ったね。これで5連勝だ。いくらいのデナトロゲーム差になったね。こんにちは。私の名前はクレハ。よろしくね。オンラインなんだけど、スタッフが設定めんどくさがったのか、出会ってなくても仲間になってる。マジか。葛飾北斎、はい、ロベ、はじめまして。私はプレミアと申します。いや、北斎ちゃんごめん、俺知らないんだ。北斎ちゃん、プレミアは親友や本妻、愛人より上ですか、下ですか。言い方。待て待て、プレミア頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、 AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。だからそういうキャラばっかコンバートしていくんじゃねえ。 NPC？そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。フグエラー発生起こりやすめなので、負荷はできる限り最小限に。マジか。ジャック、早ければ法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。転倒する模様。そのゲーム、オリジンの開発者に知り合いがいてさ。早っ。ジャック、それは早すぎ。ユイをプレイヤーとして GGO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。あー、知らねえんだよ。ソードアートオリジン知らねえんだよ。キリタと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。はい。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえてキリタはこうやっていじると楽しいんやで。要はプレミアちゃんはキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。これまさに AI だよな。プレミアは。というわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり、戦闘もできるんだ。こいつ相変わらずですよ。そういえば、さすがキルトさんだ。今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。なるほど。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。何もわからないんだよ。仕方ないね、リュウチャくん。このゲームでも分かればいいんやで。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。ていうかさ、てことはさ、 AI パーティー組めるってこと？やろうと思ったら AI パーティー組める可能性があるってこと？ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。ああ、まあこれでなんかその人の成長の方向性を決められるってやつですね。まあこれもいつも、ま、ずっと前からあるシステムなんで、まあここら辺は知ってる。ギミック？やす、ゲームの世界でどうたらこうたらしてるってことしかわかりません。だいたい合ってる。だいたいその認識で OK。 無でや、さを知らなくても楽しめるゲームやで。ストーリーは幼稚だが。おやめろ。ストーリーは幼稚やめろ。よーし、説明するわ。はいはいはい、なるほどね。まああんまりよく分かってないけど、大体分かったからいいです。I can fly。めっちゃ走って追いかけてきてる。着え？どうかしましたか、皆さん。急にどうかされました？ダークソウルだったら死んでた。ダークソウルだったら死んでた。確かに。え、動かんし。無で
重要なことは僕が指導するから大丈夫。オッケーオッケー、Kさん任した。ゼノバースだったら飛んでた。なんで今ジャンプしたんだろう。なんで今ジャンプしたんだろう、わかんねえ。マップどうやって見るのこれ。ああ、で、見えた。あとはアルゴだけか。ちょ、移動できるんですけど、先上や。移動できるんですけど。あ、なるほど、これが言ってたやつか。これがあるから。無であ、ダクソって透明の壁が存在しないんだっけ。しませんね、基本的に。これがあるから基本的に歩かないって言ってたのはそういうことか。なるほど。ダクソは死ぬときは死ぬし、死なないときは死なないし、なんか落ちるときは落ちるし、落ちたときに何かあるし。ダンジョン攻略、お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか。もちろんだ、アルゴ。もちろん、情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。それはさすがに。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ひげの由来は1000万クレジットいただくよ。たっけ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。さすがです。驚いたかい。君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。お得意さんだからね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。アルゴさんがスカート履いてる。おお、いいじゃん、アルゴさん。なかなか似合ってるよ、スカート。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。装備厳選のためのもの。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。あ、だから移動できたのか。なるほどね。イツキと話す。イツキはどうこうだ。あー、なんか見ていくか。てかキリトも2分20しかねえじゃん。低いな。てかなんか30とかいたんやけど今。K、無であ、裏と裏か、よいダジャレだ。裏の取れない情報、裏のと、なるほどね。誘着、フロドラしてきます。フロドラ。フロドラ笑。これってフレンドではないのかな。いや、フレンドリストだけやっぱフレンドなんかで、シノン、うん、シノンが上の方に来てる。シノンとキリトが同レベルか。だからスルーしていて。それがスルーできないたちなんだよな。まあいろいろ書いていったんでいいかな。熟練のプレイ、それ勇気だろそれは。どちらかというと、無で、あ、下のキャラはドルクキャラでしょうね。いやー、あのコンテンツキャラに、ね、私はずっと使いたいキャラがいたんですよね。うん、まあ誰かわかるって。あ、ごめんなさい。そうですか。はい。
私はこのキャラをずっと使いたいと思いながらこのゲームを買ったんで、まあ絶対使うんですけど、誰か集めてくださいよ。はっはっは。え、わかるって。あ、そうですか。けい、無駄、わからん。わからんかった、よかった。やめに関する、なんでお前いるんだ、なんでお前いるんだ。ダウンロードコンですかこいつ。え、な、何ムスカティア X？誰だこいつ。だある、闇エカンツさんだったらどうせ。どうせなんだよ、ほら言ってみろ。シャーリー、ほらやっぱクラレンスいるじゃん。言い方マスケティア X やね。マスケティア X、 なんか聞き覚えあるなそれ。だ、なんかどっかで聞いたことあるなそれ。リブレ？ってことはさ、あいついるの？おい、アリスいるじゃん。てか軍服アリスいいな。これは割といいですね。ありありのありですよ。ユージロ。K、無駄。リエブルはゲームオリジナル。リエブルはゲームオリジナルでしょ。やっぱそうなんだ。さすがにな、これ見覚えないもんな。いや、マスケティア X なんか見覚え、聞き覚えあるけど、どんなキャラだったっけな、セブン。ユナ。あ、やっぱり、AI ゲーム、AI パーティー作れるわ。残念ながら、勇気じゃなかった。ゆいはいなかったけど。エイジ。エイジってあれだよな。サチ。だからなんでサチもいるんだよ。まあいいけど。おい、いないやないかちょっと待って、嘘だろあー、マジか、いねえじゃん。あー、もうやる気なかった。あー、え、あいつダウンロードコンテンツじゃないの。え、いねえじゃん。え嘘でしょ。待ってください、ある、闇、待ってください、安、待ってください、いないじゃないですか。いないじゃないですか。一番重要なあのキャラが。どういうこと？ある、闇、結局誰です。メンだよ、合ってるよ。君たち、今日は買い出しかな。5キャラか、ストーリー進めたメンだよ。いつきさん。いや、クレハ君、この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。レンだよ、なんだよ、レンだよ。いいじゃねえか。やれるなんて嬉しいです。いい加減にしろ。どういうことだよ。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。あ、お目当てはアファシスですか？進めれば出ます。ああ、やっぱそっちか。てかクレハどうした？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては。君のマスターなんだ。クレハさんどうした。月、お目が高いですね。大変戦で使うことも可能です。あ、それは知ってる。だからやりたかったんだよ。将来有望なプレイヤーです。だから使いたいんだよ。とても頑張り屋さんですし、きっといつか GGO1 のガンマンになります。多分。あー、もうやだあー、レンが使いたかったのに。ユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。パイロン、パイロンじゃないか。おい、皆さん、パイロンさんがいるぞ。
パイロンさんがいるぞ。こいつ嫌い。え、ていうかさ、あの割と真面目に好みたいパイロンさんじゃない？これめちゃめちゃパイロンさんじゃない？これこれ完全にパイロンさんじゃない？そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？パイロンさんこんばんは。エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。完全にパイロンさんやん。約束じゃないですか。パイソン、スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。ほら、もうケイさんが身内ネタだから引いてるよ。ついてないな。まあ、もともと運は悪い方なんだけど。球は飛ぶ飛ぶ、ドームの風で、おう、ジャイアンツ、八百長プレイでグランドを。お、八百長プレイ言うんじゃねえ。連は弱くはないけど微妙な強さ。あー、それがいいんです。レンの強さはそこですから。スコードロンは要するにギルドです。友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。独占欲強いな、クレハ。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。あー、なんかうざかわいいってやつやな、これ。え、キリト君ついてきただけ。え、ケイ、無駄。スコードローンはクランやね。葛飾北斎、え、ジャイアン、ノーじゃない、イエス。闇、まあ、より爪は本当にすごい。ああ、確かに無能。無能、ひどくね。ジャック、汚すプレイの恥ずかしさ。ジャイアンツ、はい、大きな声で。君に相談があるんだ。ひどいジャック。急にどうした？ SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか。なんだそれは。そうね、リリースの情報によればフリューゲル付近はコーナーエンドフィールドになるらしいし、あんまりね、あの万人受けする性格じゃないと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。せやで、女の子いっぱい。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。しゃあない、しゃあない。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？タクオさん、それは言っちゃダメだ。ゲームにそれは言っちゃダメだ。それもしたいけど、私は付き合い長いから。GGO に呼んだのも私だしね。こういうところはいい子だよね。しばらくは特別にあんたの守りをしてあげるから。ホッツァちゃんどうした？経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。ああ、なるほど、これがレズ全開ですか。わかります。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない。みんなの意見なの。それは言っちゃダメだ、計算。そんなにレベルは高くないんだ。そうなんだよな、なんか20ぐらいしかなかった。まさか、あんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。攻撃の前に闘魂込めて流れるけど、そこで相手球団ファンによって歌われる歌、それが昇魂込めてで。昇魂込めて。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。あるあるな。隠しイベントとかあるかもしれないしね。ありそう。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。てかユイは使えないの？こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。てかなんでさっきの時には勇気なかったんだよ。よーし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。マジかて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 FE か。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。風化雪月、風化雪月はね、多分無理だと思う。時間的にちょっとどうしようもないと思います。あれはちょっとな、時間が足りなさすぎますわ。フィールドに出たいのにフィールドに一向に出ません。どうしたらいいですか。
モデル回転じゃなくて K 無デア一発だけ攻撃を無敵化して回避するスキル超強い。一発だけ攻撃を無敵化して回避する、これか。闇このゲーム一応ハンドガン強いので。 K 無デア会話飛ばしましょう。え、やだえ、やだ。え、てかキリとソードも全然上がってねえじゃん、上げろや。葛飾北斎キリとのステータスだけ残念にしたい。ひでえ願望。マリキー設定、あ、これなんかいろいろできるやな。レイヤーカード、まあこれはいいや、まあ、この辺りはいいや。これどうやって変えるんだ。パーティー編集できないのか。無駄、大丈夫、剣しか使わんからカスだよ。ひでえ、ひでえけど多分その通りだから何も言えねえ。タクロウ、キリとパーティーから除外したい。ケイ、だからひどい。無駄、フレンドがパーティー編集。あー、これか。ジャック、マイト。あー、これか。なるほど。頑張りますので。で、闇風さんとかなんかレベル30とかなかった？いや、たっけえな、闇風。さすがだわ。で、あー、なんだっけ。リーバスやったっけ、レーバスやったっけ、ちょっと忘れたけど、あれが30。アリス友情も高い。キリトはなんで嫌われてるんですか。まあ簡潔に言うと主人公だから簡潔に言うと主人公だから。リエブル、リエブル、リエブル、はい、すいません。期待してね。まあとりあえず私が入れたいのはこの3人だな。でしょ、3人でしょ。キリトだからです。まあ主人公だから仕方ないね。 OK、 K 無デア、キリトは言動が生きっててキモいっていうことらしいです。ゆうちゃく、風呂からただいま。あ、ゆうちゃくお疲れ様です。やす、なんとなく理解。ナウケズ、キリト散々言われててくさ。まあキリト割とそういう風に言われる立場だから仕方ないね。大体いつもそんな感じやでキリトの評価かわいそうだけど事実だ、多少事実も混じってるからまあ仕方ない。葛飾北斎、でも私はキリトのこと好きです。鋼の石。まあ私も嫌いじゃないよ。人生はそんなに華やかではないのに、キリトだと物事が簡単に進むんですね。それが理由です。大体間違ってない。それでね。K、無デア、神、原作者から与えられた能力で楽して生きるのがムカつく。ノテス、初見こんばんは。初見さんいらっしゃい。ノーツさんかな。今あのソードアートオンラインフェイタルバレットっていうゲームをやってるんですよ。で、男やのに女性キャラを使ってます。まずはじめにね。ほうほうほう。ノテス、キリト、大丈夫そうは言い訳できないけど、それ以外はレベリングとか情報収集とかの努力だぞ。そやで、その通りなんやで。意外とキルドさんは苦労してるからな。タクロー、エカピーポーも軸でしょ。私は JK じゃない。何言ってんのどういうことやねん。調子はどうだ。そうなんですよね。割とキルドいろいろ言われてるけどな。声優さんだって結構かばってるけど、割と苦労してるんだよな、あのキャラ。あと人生華やかじゃないからこそ
華やかなの見てると面白いんでしょ。あーなるほどね、その発想はある。大谷翔平とかがメジャーで活躍してるのを見てこう応援する気持ちが湧くっていうのと一緒ですよね。ケイ、ムデア、五編は努力して泣かたんちゃう？アニメ見たけど。GGO 編は、GGO 編は、まあ。何かあったら言えよ。説明するぞ。確かに、確かに。割と ALO と GGO は昔撮った絹塚でなんとかやってる感はある。のテス、努力してる場所が間違ってる。竿の経験が努力。拓郎、見るのが終わると、のテス、それらの結果がアロヤッコってことですよね。ちなみに GGO が終わった後は結構苦労してたりする。不遇な扱い受けてますからね。 K、あ、自分が知ってるキリトは5編だけやから。ああ、Kさん、それは確かに勘違いしますわ。 Kさん、それは確かに勘違いする。 SAO と、あと今アニメやってますけど、アリシゼーションを見たら割とキリト苦労してるなってわかる。のテス、一部しか見てないのにディスるのは一番やっちゃいけない。まあまあそうなんですけど、まあまあノースさん落ち着いて落ち着いて、私は結構キルト好きだよ。まあまあそういう風に見てる人も多いということで。タクロー、もっと泥臭いやつが好きかも。泥臭いやつかないよ、わらわらけんないよ。やめろ、北斎ちゃんやめろ、それは言っちゃダメだ。ないよ、けんないよあれ面白かったあの演技めちゃめちゃ面白かったんだけど、本当めちゃめちゃ笑ったわね。ああもうこの辺りはぶっちゃけ飛ばすわ。もうええわ。そうだ、似てる、わらわら。説明するわ。似てるんかい。話と果汁を舐めてるし、のてす。ただ、超個人的なこと言わせてもらうなら、キリトより墓見城さんの方が好きだったり。ああ、まあ上城さんも苦労してるからな。マジか、似てるのか似てるのか、なんか嫌なんだけど似てるの嫌なんだけど似てるって言われるの結構なんか分からん。税込は不可避そっか、やつさん分からんもんなごめんごめん、やつさんごめん。それで食ってきましょう。やだよ。のテス、リアルとリアリティは履き違えるなよ。嫌だよ、なんでこれで食っていかなきゃいけないんだよ。ナウティス、ヤスさん私だ。ね、YouTube でネタだけ見てくれYouTube でネタだけ見てくれ。ナウティス、訂正、私もださあ、どうする。こっからこっから何をすればいいんだ。あ、サブクエストがある。タクロウ、県内よ、で検索。検索検索。ああ、まあこれは多分後でしょ。のテス、とりあえずクエストだけはいい。はずだけど。え。ヤス、一緒に困惑できる方がいて安心。K、ムデア、迷ったらマップを見れば目的地がわかる。あー、こういうこと？ノテス、罰を押せばマップの倍率変わる。ナウティス、スンスでネタはよく見るけど元ネタは知らない定期。あー、罰っていうか B ボタンかな。元ネタね、まあ検索してきます。簡潔に説明すると、キリトさんがリアルであるよ、毒武器あるよ。対人戦に対して対人戦じゃない、リアルで対人戦ってなんだよ。人に対して攻撃しようとした時に思わず剣を取ろうとして相手に剣ないよっていう風にいじられるっていう。のテス、あ、ウィクネスト4の感覚でバスって言ってしまった。わらわら。やっぱり気持ちはわかりますけど。ちゃんとついてきてくださいね。手の
なってしまいますよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー、アファシスタイプ X です。何？走ったら危ないわよ。デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で、なんでや、転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。いや違うでしょ。承知しました、マスター。エカネーではないでしょ。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中央はまだ時間かかりそうですかね。マジか。注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。まあそれは十二分にあり得る。特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら、いや違う、重ゲーだ。どうする方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？そう、日付変わっちゃうんですよ。さすがにもう。GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。あるよ。毒向きあるよ。なんか自分でも似てる気がするわ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。なんだ今の。特にタイプ X は重ゲーの感じ。似てるとか嫌なんだけど、本当。似てるとか嫌なんだけど。やっぱり似てる。おやめろや、もう似てるは嫌なんだけど。ちょっと待って。そうなんですね、ちょっと待ってよ。あとで自分で聞くわ。検索してきました。エカンツさん似てますわ。マジかって。似てるなんか嫌なんだけど。さらに戦闘だけじゃなく、検索したら資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。いや SAO 結構声優さん頑張ってるわ。やっぱ SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。好評。参考にあこの人、これはあくまでも嫌だよ。プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。相変わらずやな、この主人公はなんか開発者スタッフに近い人間だ。似てる言うな。似てねえよ。性能面どういうことやねん。ビジュアルの動画の締めにどうぞ。GGO プレイヤーが欲しがっているんだよ。ゆいちゃんを元にしてるんだ。あー、そうなんですかね。タイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。ただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、優しいな。奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか。言うな。強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手に。奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力を身につける。手抜きがなかった時に天然に。あら、素直なのね。わらわら線抜きないよ。そういう子は嫌いじゃないな。わらわら。私はセリスカ。そんな機会ほとんどないでしょ。そんな機会そうそう来んよ。そうそう、セリスカか。あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。てかアファシスの服変えれないの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。デイジー思いっきり人間みたいな。はい、こちらこそよろしくお願いします。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。変えられますよ。ですよね。マスターのお友達からは、北斎ちゃん、レイちゃんと呼ばれています。タクロー、じゃあ起きますよ。カレー、はい、タクローさんおやすみなさい。マスターだけに呼んでほしいので。ないよ、ないよ。そうなの。使いやすいのはよろしくね。そうなんだよ、使いやすいんですよ。地味に使いやすいんだよ。なんでやと一緒ぐらい使いやすいんですよ。いいわね、アファシスが二人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに
性格は随分違う。母のソービア捨ては自分で決める。何よりマスター以外の名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。へー、なるほど。マスターが個性を肯定してくれるから、この子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど、よかった。よかった。やっぱこの子。そろそろ設定されたお時間です。いけない。今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。装備変えたいな。さすがになんかアファシズこの。ふむ。さすがにずっとこのままなんか私も嫌というか違和感あるわ。あ？いいですね。あ、待ってください。今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。あのクレア、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないみたいです。ああそうだったわ。こっちのアイテムは、ケイ、ムデア、メニューカラーファイナンティアファを編集。レイ、ね、ちゃん、オッケー、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？とりあえずまず衣装を買わないとダメですね。こっちは私たちで買っておくから。わかりました。不可対人戦怖すぎ問題。じゃあ行きましょうか。唐突。まあ不可は仕方ないわ。この辺だったかしら。不可はだって割と原作でもどう使ったらいいかわからないキャラ扱いされてる。だいたいどっかで どでかい活躍をしてそれで終わりっていうのが不可次郎の扱いなんで原作でも。あんたの家の近くに行くんだけど。男扱いされてる。グレネードポンポン打つ化け物。確かに確かに。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。思いっきり男扱いされてる。もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だから遠距離対応。あーまあ、え、近距離行けるんですか？お店の前に変な機械があって、撮影してきたので見てください。奇妙な機械？どれどれ？これです。ケイ、ムデア、カプセルトイね。懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。やっぱシキのキャラデザが最高すぎてほんま。そうそう、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。爆発するんですよ。マジか、えげつな。じゃあ近距離でグレネード撃てるんですか？いやそれ自分巻き込まれるやん。あーでも耐久力高いのがあいつ。ある闇跳ね返りとかなく。マジか。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。クレハとマスターの昔の話ですか？ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。いや、グレネードそれ強すぎだろ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそかいてたこともあったよね。なんだか楽しそうですね。敵の服は実際プレイヤーに。それでどうなったんですか？仕方ないから私が取ったやつ交換してあげてたのよ。マジか。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。二人の小さな頃はすごく仲良しだったんですね。マジか。まあ深次郎そんな強く。そうか。そうかな。やっぱ割と原作と違いますよね。やっぱゲームになるとどうしてもいろいろあるからな。
このゲーム自爆やファイナルファンタジーはない。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ちょっと待って、 FF ファイナルファンタジーで読みやがったぞ、ボミちゃん。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、 FF ファイナルファンタジーで読みやがったぞ。待って、自爆や FF はない。 FF ってなんだでしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ葛飾北斎興味ないね。さて、あ、フレンドリーファイア、なるほどなるほど。フレンドリーファイアでは、今日はそろそろ、なるほどなるほど。そういうことか。フレンドリーファイア、ある、闇、フレンドリーファイア。ファイアー、エブブレム。あの、マスター、ファイアーやったっけ。まあいいや。さっきのお話で質問があって。はい、そうです。だからもう忘れたって。ヤス、あれ、FE 派一つだけどうしても聞かせてください。FE は二人は昔 FE は FE です。ずっと一緒にいたんですよね。そんなにずっとってわけでもないけどでしょ。それなのに離れ離れになってしまったのはどうしてですか。確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね。それは聞いちゃダメ。そういうこと。もしかして喧嘩をしていたとか。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって。まあ借りてた家の事情とか。ゴッドイーターの世界。お姉ちゃんの学校のこと。違う、関係ない。ゴッドイーターの世界は関係ない。何を言ってるんだ。エカネがゴッドイーターの世界に転生しちゃったとかそういうわけじゃないんだよ。お姉さんがこれ出てくるのか。うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね。あ、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。まあこのストーリーが終わったらやめますわ。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはやっぱり悲しかった。フィールドに出れません。頭では分かってる。フィールドに出れません。クレハは今でも悲しいですか。フィールドに出れません。なんでですか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない。え、ログアウトはいいんですか。気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合っていいでしょ。オッケーオッケー。やらんのかーい。とりあえず服を変える。これなんかさ、見た目変更。あ、できたできた。あ、この服ですかね。式の服。あー見覚えある。あー見覚えある。この帽子見覚えある。あー、ちょっと勝手に買う設定しないで。さすがに見えんか。葛飾北斎、ピンクの悪魔。急にどうした。ああ、そういうこと。そういうこと。わお。この辺りからかな、変えるとしたら。まあこれはいらない。ケットシーコート、誰これ。ケットシー、あ、シリカか。うん、シリカやな。よし。ほうほうほう。まあこれはいらんか。葛飾北斎、シノンか。ある、闇、シノン。え、ケイ、あ、シノン。で、これがカウボーイと。ああ、なるほどなるほど。
なんだ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。はい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 。ああ、なるほど。なるほど。はあ、ふん、ひ、ほう。ってことは、これ、マリッジリングも、これ、関係ないから買っていいのか。ああ、ミスった、ミスった。ちょっと待って、待って。ある、やみ、エカンツさん。何ですか？じとめ。何ですか？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 私は悪くない。僕は悪くない。ケイ、ムデア、ほんまシノン好きなんやな。シノン大好きだよ。うん。ハイフェホでバイキンマンが頭に浮かびました。ハイフェホ。でこの辺りはさすがにまだ買えないか。あ、まあ、これ完全にシノンだな。高すぎる。衣装少ないな。で、とりあえずフィムに装備を。さすがに無理か。葛飾北斎、さあ、どれがいい？さすがにビキニはちょっと早いんじゃなかろうか。ちょっと動かんかった。あー、なんか割と似合ってるんだよな。わりかし似合ってて笑う。ケイ、ムデア、上級者は金の使い道が少なくて持て余すんだよね。あー、でしょうね。あー、でもカウガールもなんか違うしな。とりあえずこの一式にします。でもなんか一式もなんか違うよな。え、これ誰だろう。え、これが式の服ではないですよね。式の服これが。まあ、ウンディネロムしとくか。とりあえず。ケイ、ムデア、一式が式の。あ、やっぱ一式は式ですか。さすがに出ない。でかい。いや、似合ってるな。めちゃめちゃ似合ってるな。ケイ、ムデア、式の出番増やせ制作者。仕方ない。いや、めちゃめちゃ似合ってるな、これ。めちゃめちゃ似合ってるな。なんでだよ。もういいんじゃない、これで。めちゃめちゃ似合ってるんだけど。びっくりするぐらい似合ってて笑うんだけど。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。今気づいちゃった、私。気づいちゃった。はい、キャバ嬢はやめろ。
私気づいちゃったよ、これさ。だよねーだよねー、セーブするためにホームに戻ったらストーリー進むよねだよねー、やーべ、どうしよう。どっかセーブできるとこないんすか、別に。ナウケス、誰かどっかセーブできるか知らない？葛飾北斎、デデドン、絶望。K、無で、あ、仲間にアスナイレント回復不足やで。ヤス、アレマ、アル、ヤミー。エリア移動で一応。エリア移動で一応セーブができる。一応キルトたちの部屋に行く。OK、これでセーブできた。あ、リュウタさん、こんばんは。うわ、ちょうど終わるときに来た。ちょうど終わるときだ。すいません。ちょうど。めちゃめちゃタイミングよく終わるときにいらっしゃった。リュウタさん、ある意味素晴らしい。さっきまでモンハンやってた。しょぼん。あ、モンハンですか。モンハン実はあまりやったことないんですよ、私。めちゃめちゃいいタイミング、悪い意味でめちゃめちゃいいタイミング。ゆうた、アイスボーン来るから、しょぼーん。葛飾北斎、こんなはずじゃないのに。あー、ちょっと待って、ちょっとこっち見ないで。ユータ、ミスターユナイテッド小沢。ね、ちょっと待って。なんとかして、いい感じの、あれを取りたい、あれじゃわからん。これぐらいで、ほい、違う。ちょっと待って、なんとかして、ほい。ある、やみ。何をしようとしてるんだか。違う、北斎、違う、そっちじゃねえ、そっちじゃねえ。俺が撮れてるのはサムネイルが撮れただけだよ。あー、ダメだ、向いちゃってる。ゆうた、自分の部屋の方が撮りやすい。それなんだよな、りゅうたさん、それなんですよ。今部屋に戻ったらイベントが進む。オッケー、無で、あ、パンツか、ホームじゃないと見るのか。ちげえよ。誰がパンツ見るためにこんだけ苦労するの。サムネイル大事。そう、サムネイルのために画像を撮りたい。ただ私はそれだけなんです。私はそれがしたいだけなんです。よいしょ。あー、違うね。ちょっと待って、これぐらいかな、これぐらいの角度で。今だ。ゆうた、このゲームパンツとかないですから。スパッツとかピチピチスーツならありますが。これでどうだ。割といいんじゃないか。よし。ゆうた、いっそキリトやアスナと取ればいいのでは。あー、まあ、キリトやアスナと取ったらなんかちょっと違うじゃないですか。だからこれがいいんです。 OK、 よし、終わろうよし、満足、要は満足じゃ。終わるぞ終わるぞ。はい、というわけで本日も皆さんご視聴ありがとうございました。なんやかんや2時間やってるのか。2時間やって一度もフィールドに出てないゲーム配信があるらしいですよ。いっそキリトの顔面度アップ。OK、 無で、あ、また戦闘なしか。また戦闘なしだ、仕方ないね。
無であ、寝るか。寝ましょう。仕方ないんです。俺は悪くねえ、俺は悪くねえぞ。やす、よし、それですね。出てどん。はい、というわけで、今日もこれで終わっていいのか。これで終わっていいのか。終わるぞーい。終わるぞーい。そうし、明日も仕事があるんだ。今日とか、今日だ。今日も仕事があるんだ。よし、寝ましょう、皆さん。まあ、改めまして、本日もご視聴ありがとうございました。というわけで、今後、まあ、しばらくはソードアートオンライン、フェイタルバレットやっていくんです。次あたりはね、さすがにね、戦闘があると私も信じたいんですが、信じたいんですが、信じたいんですが、どうなるかわかりません。お疲れ様でした。はい、皆さんありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした、皆さん。また、次回があれば、そちらで。おやすみなさーい。